戦後アメリカは日本国民の精神力の要因を探し制限をかけようとしていた。その中の一つ目をつけられたのが1000年以上の歴史がある将棋。そして GHQ 本部にある男が呼ばれ、将棋の命運は彼に委ねられた。アメリカ将校に取り囲まれている中、彼の一言目は酒を要求。5歳から飲んでいたという酒を一気飲みし、 GHQVS 将棋指しの一局が始まった。将棋は捕虜虐待の競技。我々のたしなむチェスとは違い、将棋は取った相手の駒を自分の兵隊として使用。これは捕虜の虐待であり、人道に反するものではないかと自信満々に投げかけた。それに対し睨みを聞かせこう答える。冗談を言え、将棋では常に駒が生きている。能力を尊重し、敵味方問わずその能力に応じて同じ仕事をさせる。通訳を通し、将校側がポカンとしているとさらに追撃をかける。そのそちらがたしなむチェスとやらは、王が危なくなると女王を盾にしてでも逃げようとする。それがレディーファーストなのかと。5時間にわたり将校たちと一人で話をし、見事に勝利を収めた。彼の名は増田幸三。その風貌はまるで侍のようであり、破天荒かつ強胆、頭の切れる伝説の将棋指しである。